不滅なるデブモーターズ内原です。ご登場いただきましたブリッツの小林さんです。ブリッツの小林です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、ブリッツさんといえばですよ、押しも押されぬ日本を代表するチューニングパーツメーカーの一つであると皆さんご存知かと思うんですが、デモカーをご紹介、あれこれデモカーですか。デモカーです。あらら、ブリッツさんといえば純白のデモカーで86だとなんかワイドフェンダーつけてとかあったと思うんですよ。あれじゃないですか。あります、ね、ありますが、がこれはがボイスアクターズレーシングチームという、ボイスアクターズレーシングチーム、はい、声優業界初のレーシングチームで今使ってる車です。なんと声優業界初のレーシングチーム。初のレーシングチーム。そうなんですね。イニシャル D の藤原拓海の声をやってる三木慎一郎さんとか、はい、まあ、それの音響監督をした三馬さんとかが筆頭にいて、はいはい、それにまつわるこう声優の人たちが今集まってこの車を使っていろいろチャレンジをしていくというか。なるほどなるほどなるほど。ブリッツさんはどういう形で その活動にご参加されてらっしゃるんでしょうか。でその、はい、皆さんが車の楽しさをこう伝えたいというところのその趣旨に賛同しまして、はい、この車自体はうちの車なんですよ。あ、なるほどですね、はい、で車の、はい、提供と、はい、それの車のメンテナンスを、はい、ブリッツの方で担当させていただいているというところです。なるほどですね、まあ、それではじゃあちょっと具体的にどんな、カスタムやパーツがついているのかちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。今ついているのはまずサスペンションと、はい、こちらですね、変わってます。はい、ちょっと車高が下がってて、はい、であとブレーキが変わっているのと、ほう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 、エンジン自体はノーマルなんですけども、はい、マフラーを変えてちょっと排気系をチューニングしているので。ああ、なるほどですね、はいはい、あと室内に景気類もろもろ、はい、室内出てまして、なるほど、ちょっとじゃあお願いします。はい、はい、で基本ははい、至ってこの辺ノーマルな感じなんですけど、はあはあ、まあ、ロールゲージ入れて、はい、で計器類を3連メーターパネルでつけたりとか、はい、まあ、あと運転そのサーキットで運転しやすいようにフルバケットシート、はい、ステアリングとかそういったところを交換している感じですね。なるほどなるほど、はい、まあ、基本的な、まあ、チューニングメニューの、まあ、第一歩をきちっとやってるみたいな、はい、一般のユーザーさんが、はい、なんていうんですかね、すぐにできるような仕様で、まあ、若干ロールゲージとかね、内装外しとかは大変ですけど、はい、まあ、サーキット走られるんであれば、はい、そういった意味では割とこうユーザーさんに近い仕様で乗っていただいている感じですね。うん、なるほどですね、はい、そんな中ちょっと一点気になったのがこちらは何ですか。お守りですか。これはですね、はい、このボイスアクターズレーシングチーム、まあ、略してバートっていうんですけど、はい、バートでサポーターさんを募集してて、はい、皆さんからお守りが届いてまして、なるほどなるほど、安全にということで、はい、そこに飾ってある感じですね。そういうことですね、はい、では詰まってる思いはそのチームのメンバーだけでなくそのサポーターも そこには絡んでくると。トランクにサポーターさんの名前も貼ってあって、はい、あ、そうなんですね、はいはい、サポーターさん大募集してますんで。大募集、そうですね、ご覧になった方で気になった方はぜひお願いします。そうですね、バートでホームページ検索していただければ、はい、一番上に出てきますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。でマフラーがブリッツの片側出しに変わってます。あ、本当ですね、はい、フルチタン業界最軽量マフラーということで。あ、なるほどなるほど、その最軽量のために片方出し にしてます。あえてのということですね。そうですね、もともとはこう、はい、両側出しなんです。そうですね、86といえば、まあ、せっかくサーキットとか走るので、はい、軽量なマフラーに交換して、はい、出ます。なるほどなるほど、はい、まあ、その他タワーバーとか、はい、まあ、そういったものがいろいろ補強類がありますが、まあ、エンジンルーム等々は至って、お、はい、赤く染められてますね。そうですね、なるほどなるほど、まあ、サクションパイプ変えて、はい、クリーナーボックスは今ノーマルにしてますが、はい、まあ、シリコンホースとかタワーバーとか、はい、まあ、ライトチューンな状態で乗ってますね。激しくこう改造しちゃうと、はい、
まあ、草レースとはいえ耐久レースとか出た時のレギュレーションが、はい、あのすごい改造クラスに入っちゃうので、まあ、まあそうですよね、はい、まだあのドライバーさんも練習してるということで、はい、あのまだまだライトなところで、なるほどなるほど、はい、はい、まあその辺 の競技のレギュレーションもしっかり、まあ、車検にも当然そうですね対応した形で、はい、ということですよね。はい、はい、恐れ入ります。はい、で続いて、まあ、あのこの手の車といえばやっぱタイヤホイールは欠かせないところだと思うんですが、はいはい、これはあえての17インチということになるんですか、ね、そうですね、はい、よく耐久とか草レースとか行くと、はい、純正サイズで入れられる最大まで、はい、要は純正で採用されているタイヤまでっていう決まりが結構あるので、はい、なるほど、はい、まあ、この現行の86だと17インチが一番大きい、はい、サイズになるので、はい、そうですね、17インチで、はい、215と235で前後タイヤサイズは分けてて、なるほどなるほど、それがあの、はい、86の GR は215、235なので、はい、そこまでは入れていいんです。ああそういうことなんです、はい、なのでそれがマックス GR と、そうですね、はい、なので17インチで、はい、まあ、その17インチホイールにはまる、まあ、ブレーキキャリパーキットブリッツの前後入れてブレーキを強化して、でホイールはあの円形さんにご協力いただいてるので、はい、はい、円形スポーツの、そうですよね、ホイールを入れさせてもらって、ラリー用っぽく見える、まあ、ラリーでも使われてますけど、あ、そうですか、あと S 帯とか、はい、そういうのでも結構使われて、じゃあ万能なスポーツホイール で、ね、はい、じゃあまあそういったあのステージを選ばないというか、はい、ところも含めてこうエントリーといいますかビギナーの皆さんにはもううってつけみたいな、で、ね、でタイヤはダンロップさんのレッツァ G3 っていう、はい、元のスポーツハイグリップラジアルということで、はい、一般に皆さんがスポーツで結構乗られてる方が使っているタイヤなので、そうですね、お手本ぐらいな、そうですね、入門編にはすごいもうバッチリで、はい、仕様だと思います。はい、そうですよね。小林さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの車両はなかなかいろんな気持ちや、希望が詰まった一台だなというふうには見えましたと、はい、はい、で改めて今後バートとしてどんな活動をされていくかというのをちょっとご指南いただいてもよろしいでしょうか。ですね、実はあの第1期のここにある名前が書いてある声優さんの、はいはい、番組収録があったんですけど、あ、そうですね、それで第1期はもう終了してるんですね。なるほど。で今第2期をいろいろ活動スタートさせてて、はい、正直ちょっと詳しいことをあんま言えないんです。あ、これからということですか。これからということです。なるほどですね。で今このサポーターさんにいろいろこう、はい、なっていただくと、はい、そういう情報がはい、ホームページで見ていただけるので、そういうことなんですね。実はこのバートともう一台ブラックバートというですね、はい、このライバルが今現れるというなるほど。でこのブラックバートの超こう細かいことは言えないんですけど、はい、こちらも有名声優さんがまた絡んでくると、絡んでくるという、はい、まあ、ちょっと面白い展開になっているので、はい、ぜひ見ていただければなという。なるほどですね、はい、こちらの車両の詳細はあのブリッツさんのホームページとかにも掲載されてますか。はい、そうですね、うちのホームページにも載ってますし、はい、あとバートさんのホームページにも車両詳細が載ってますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。なるほどなるほど、ぜひ気になった方はですねご覧になっていただければと思います。はい、では小林さんここまでありがとうございます。ありがとうございました。バズる動画を作ってみよう。グラビアチーム、土屋さんにはエースクイーンチームを率いてもらいまして、対決形式でそれぞれバズる動画を作っていただきたいと思います。おー、なるほど、ね、なんかしておいて、はいね、一流のレースクイーンを乗せてバズる。なるほどね。美女の胸元に歩数計をつけて何歩揺らすことができるか。揺らして揺らして。これがクラビアアイドルのガッツっていうことを皆さんにお伝えできればいいなと。土屋さんがどうしてもやってみたい企画があると。やりたい。それは何ですか。誰もやったことがない、はい、デンジャラスな走行を。え?4台のバトルを。あI'm sorry.
では番組 YouTube を開設。放送で使われなかった未公開映像も公開予定。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。